港南鉄道大和木線は全長 13.9 キロ、青森で一番短い民鉄です。大和木駅から終点までの乗車時間はわずか30分。ガタンゴトンと揺られながら電車は一路弘前の中心街へ。車窓の田園風景は季節の移り変わりを教えてくれるバロメーターでもあります。暖かい日が続いたせいか、もうすっかり車窓の景色、白から地面の色に変わってますね。雪がなくなりました。そして至る所、線路沿いから見ると吹きの塔が顔を出してるんですよ。もうすっかり津軽にも春が訪れましたね。ちょうどもうすぐ桜の季節。そういえば弘前桜祭りの期間中、大和木線に乗るとちょっとお得なことがあるのだとか。このレトロな駅舎、そして駅の屋根がこの木でできてるっていうのが、どこか懐かしさがあっていいですよね。中央弘前駅があるのは中心市街地のど真ん中。レトロシックな駅舎は長年この場所で市民の生活を見つめてきた歴史の重みを感じます。お願いします。はい、ありがとうございます。あ、木村さん、ちょっと待ってください。はい、実はですね、港南鉄道の大和木線をご利用いただくと、こちらに設置する予定の発券機から大和木線乗車証明書をお持ちいただくと、はい、弘前城を含めた3施設が当日限り無料になるんです。と、なんともまあ素敵な情報を提供してくれたのは港南鉄道の中田さん。いつも弘前公園来るときは、はい、車が渋滞して駐車場を探すのも大変ということもありますけれども、はい、電車で来ればその心配もないですよね。そうです。大和木線は無料で使える駐車場もご用意してあります。ぜひご利用いただきたいと思います。ちなみに大和木駅からの片道運賃は430円。ちょっとどころかかなりお得ですよね。木村アナも早速対象施設の一つ、藤田記念庭園を目指してぶらり旅スタート。歩いて15分ほどの距離ですが、今日はのんびり寄り道しながら行きましょう。まずは老舗の専門店が多く立ち並ぶ中立町へ行ってみましょう。こんにちは。創業から100年以上経つという富田牛肉店は、国産の上質なお肉と自家製のお惣菜が自慢のお店。このボリュームですよ、すごいな。これで360円ですよ。ずっとこの値段でやってるんですか？そうです。何年ぐらいやってるんですか？もう20年以上やってますね。そうなんですか。はい、こう桜の時期とかになるとこういうの買って見に行く人とかもいるんですか？あ、いらっしゃいますよ。じゃあこれからのシーズンはまた。そうですね、稼ぎ時といいますか。はい、この辺りは結構昔からあるお店が多いみたいですね。こうお店ごとにこう看板出てるんですよね。何屋さんか分かるようになってるんです。そして目の前にはリンゴの看板ですね。贈答用などの高級果物を扱う石井果実店、こちらも100年近い歴史のあるお店です。いいリンゴの見分け方ってどういうところですか？見分け方はやっぱり色付きが、はい、うん、いいのが色付き、うん、そしたらだってこういうのとかいいじゃないですか。じゃあこれでお願いします。はい、じゃあ測ってもらえますか？はい、量り売りってなんかいいですよね。うん、ジューシーですね。うん、あ、これ美味しい。やっぱ弘前に来たらリンゴも食べないとダメですね。そうですね。市民の台所として昔は電車で買い物に来るお客さんも多かったという中土手町の商店街。ここで木村アナが何かを発見。お、さっきから気になっているんですけど、可愛い足跡が商店街にあるんですよ。見てみると、ミサオちゃんかな、3ヶ月って書いてますね。中土手町の街路整備事業の一環として企画された子どもたちの足跡。
未来へ向け一緒に歩もうという思いが込められているのだとか。ここに来ると足の大きさこうやって比べられるんでしょうね。自分の成長実感できるわけですね。いい記念ですよね。続いてはお城を目前にした下土手町をぶらり。赤と黒を基調にしたハイカラな外観の小さなカフェは津軽を代表する牛乳屋さん、萩原乳業のアンテナショップ。ミルクの美味しさをもっと知ってほしい、ミルクをたくさん使ったいろんなお料理をもっと作りたい、そんな思いから作られたミルクハウスローザス。ぶらり旅最強のお供、ソフトクリームのお味は？おいしい。ありがとうございます。ミルクの味が際立ってますね。そうですね、はい。これからのシーズン桜祭り行くときに買って歩いて食べるのも、いいとかいいですよね、はい。そういう風にされる方って多いんですか？結構多いですね、はい。さて皆さんもうご存知ですよね。今年の桜はちょっと早いんです。うっすらと色づき始めたつぼみをめでながら、木村アナは目的地の藤田記念庭園へ。大正ロマンの風情が残る洋館はいつでも無料で入館できる施設。ぶらり旅の途中ぜひ立ち寄ってほしいのがこの中にある喫茶室です。ちなみに弘前市はアップルパイの街でもあります。喫茶室では市内のケーキ屋さんのアップルパイを常時数種類提供、食べ比べなんてこともできるんです。やはり電車で旅に来ると直接車で目的地に行くのに比べてその旅する過程も楽しめるからいいですよね。皆さんも春の弘前、ぜひ江南鉄道を使って街歩き、そして桜を楽しんでみてはいかがでしょうか。なお今回ご紹介したサービスは大鰐駅ワニカム連携のサッパスや江南線と共通の1日フリーパス大黒様切符でも利用できます。